本日は、世界哲学の記念講演会にお越しいただきありがとうございます。私は哲学思想文化学の助教の三木と申します。本日司会をいたします。今回のイベントはですね、実はユネスコが11月の第3木曜日でしたか、世界哲学の日というのを決めておりまして、で我が研究室では毎年それを記念して何かしらのイベントをするということにしておりまして、今回は今回は、哲学思想文化学の専任講師である吉目さんから、吉目さんは普段はアーペルとかカントとかっていう、カントではないですね、アーペルとかハーバーマスとかっていうドイツの現代の哲学の研究をされているんですが、それに合わせて反対の将棋部出身で将棋にも造詣が深い、で将棋の今著書も準備されてるんですね。準備をしています、はい、ということで、その哲学と将棋にを絡めて講演をするということになりました。で、本日の進行ですけど、大体話、講演が1時間程度、1時間ちょっとですかということですので、3時か、3時過ぎぐらいまで講演がありまして、で、なかなかそのまま続けてると大変でしょうから、その後10分程度休憩をした後に、質疑応答で、プログラムだと4時までってなってましたが、質疑がこう質問したいことなどが皆さんにいっぱいあったりして、盛り上がりましたら5時ぐらいまでこの部屋は使えるはずですので、その後はしばらく続けてもいいかなというふうになっております。そういうわけで、では吉野さんお願いいたします。ただいまご紹介いただきました吉目と申します。学部では哲学思想文化学専修、大学院の方では哲学哲学史専門分野の、特任講師かっこ常勤という職名で、所属しております。先ほどもご紹介いただきましたが、私はもちろん普段は哲学を研究しておりまして、特にドイツの、現代のドイツのコミュニケーション論、ハーバーマスとかアーベルという哲学者のコミュニケーション論、討議理論と私は呼びたいですが、討議理論と、あと、それと並行して、ドイツ観念論の哲学者であるフィヒテの哲学も研究しています。それと将棋とどう関係があるのかということなんですが、先ほどご紹介いただきましたが、私はもともと将棋を趣味としておりまして、阪大では学生時代は阪大の将棋部員でした。そして現在、ちょうど今年度からなんですが、阪大将棋部の顧問を務めております。それで、やや強引なテーマ設定ではありまして、それで実際ちょっと、苦労もしたんですが、なんとかまとめてみましたので、今回これで講演させていただきます。タイトルはゲームにおける心理と対話、プロ将棋の場合というふうにしておりまして、今回そのゲームにおけるというふうに銘打っておりますが、考察の対象とするのは将棋のみ、しかも、それもプロが対局する将棋のみとなっております。だから、実際にはそのゲームにおける心理と対話の一例に過ぎないとは言いますが、今後ゲームにおける心理と対話一般を考察していくきっかけとなればなと考えております。目次ですが、このようにしたいと思います。このそもそもなんでこのテーマ設定を思いついたかというと、先ほどのような事情もあるのですが、あともう一つですね、私が研究しているアーペルも非常に影響を受けている哲学者ウィトゲンシュタインが、言語について考察をするときによくチェスを例として使用するんですね。それはどういうことかっていうと、ウィトゲンシュタインは、我々は言語を、ゲームをプレイするように言語を使用するんだというふうに述べていまして、そのために、例えば、語、言葉の語、単語というものはチェスの駒とちょうど同じようなものだって言ってみたり、いろんなところでチェスを使った例を、展開しています。それがヒントでもあるんですね。私はそれを逆に考えてみたい、それは後でご説明いたします。逆に考えてみたいというのが今回の、動機の一つです。
次は、それでこの研究は、概要を説明いたします。そもそも将棋というゲームについて、こういうところにすごい凝っちゃったために時間がかかったんですが、将棋というゲームについてご存知の方が多いかとは思うんですが、ご説明いたしますと、将棋というゲームは世界各地にございます。それで日本の将棋は日本将棋ですけれども、大体チェスとか他の将棋と同じように、古代インドのシャトランガという、ゲームから派生したとされております。日本には大体平安時代頃に到来しまして、独自に発展したものが現在の日本の将棋になります。かつては大将棋とか中将棋といった非常にたくさんの駒を使うような将棋もありましたが、それは廃れて現在のものが残ったということです。で、将棋のゲームとしての側面を一応、私全く専門家ではないんですが、この本というか論文を参考に、述べさせていただくと、将棋はゲーム理論においては、一応2人0は有限確定完全情報ゲームというふうに分類されるんだそうです。2人というのはプレイヤーが2人で行うゲームだということ。0はというのは、いわゆるゼロサムゲームということです。どちらかが勝てば必ずどちらかが負ける。つまり、片方が勝った分だけ片方が負けて、双方の利得を足せば常に0になる。片方がプラス1になれば片方マイナス1になる。将棋というのは、勝ちか負けし、基本的には勝ちか負けしかないゲームですので、片方が勝てば片方が負ける。だから、0はということになります。そして次に有限ということなんですが、こちらはですね、将棋のというゲームの中で、理論的に可能な手の組み合わせの総数が有限であるということです。将棋の局面という言い方をしますけれども、あるいは手って言い方をします。だから可能な手の組み合わせの数、可能な局面の数っていうのが有限である。数学的に有限であるということです。次に、確定というのは、不確定要素がないということです。偶然の要素がない。例えばじゃんけんですと、じゃんけんっていうのか、失礼しました。不確定要素がね、偶然の要素がないですね。そう、偶然の要素がない。例えば麻雀とかですと、次に自分が何を持ってくるか分からなかったりするわけですね。あとサイコロを振る場合なんかも不確定要素があります。偶然の要素。完全情報ゲーム、こちらがそうですね。完全情報ゲームっていうのが、例えばじゃんけんの場合ですと、完全情報ゲームっていうのは、相手がどのような選択肢を、取ったか、取っているかっていうことが、全て、自分に対、互いに公開されているということです。互いにその相手の選択に関する完全な情報を持っている。じゃんけんの場合は同時に出しますから、相手が何を選択したかということがわからないわけです。だからそれは不完全情報ゲームなんですね。というわけで、以上をまとめますと、将棋は2人0は有限確定完全情報ゲームとなるそうなんですが、このタイプのゲームは、双方が最善を尽くせば先手必勝、または後手必勝、または必ず引き分けになるということが、ゲーム理論では証明されているそうです。ただ、将棋というのは非常に手の組み合わせが多いゲームでして、チェスよりもはるかに多いです。それはなぜかというと、駒を取ってもう一回使うっていうシステムがあるからです。そのせいで非常に手の組み合わせが多くて、10の220乗通りあると言われております。10の220乗通りあるってどれぐらい多いのかと言いますと、今非常にコンピューター将棋、AI が強くって、もうプロ棋士でも勝てなくなってしまいましたが、その AI でも全く、まだ全然その、先手必勝か後手必勝かなという結論には全く到達する気配すらないっていう、それぐらいの状態です。だそれぐらい組み合わせの数が多い。現時点ではその先手必勝か後手必勝か必ず引き分けかなどということは全く分かっておりません。分かったとしてもおそらく人間がそれを全て暗記することは不可能だろうと思います。つまり相手がどういうふうに行動してくるか、それぞれに自分もまたそれに最善の対応をするっていうことが常にどんどん分岐しながら木のように膨らんでいきますので、ただ理論的に分かっていることは、対局開始から、何手か進行しても、例えばです、これは先手勝ちって書いてありますが、将棋が先手必勝だった場合は双方が最善を尽くせば、どのように分岐したとしても必ず先手勝ちになるということです。
どっかだけ後手勝ちだったとしたら、それは先手が最善を尽くさなかったということです。あるいは全部後手勝ちかもしれません。全部引き分けかもしれません。これはまだ分かっておりません。ここでは誤解というか、分かりにくくならないように先手勝ちだけ書かせていただきました。次ですが、なぜ将棋を取り上げるのかです。先ほど、いくつか理由を説明しましたが、それも含めてもう一回説明させていただきますと、チェスとの親近性、ゲームとしてチェスと非常に近いということがあります。つまり、もともとこれを思いついたことの理由の一つには、ミトゲンシュタインがチェスの例をよく使うということがありました。だから将棋はそのサンプルとして、チェスと互換的に考えていいだろうと。つまり、将棋を哲学的に考えれば、それはミトゲンシュタインのチェスの比喩とこう関連づけて、考えたり、いろいろできるだろうと思ったということが一つあります。次に、歴史的文化的な背景です。つまり将棋は非常に長い間日本では遊ばれてきたゲームですので、将棋を扱った文献というものが多いですし、また将棋文化というものが存在します。プロ棋士の制度もそうですし、もともとはプロ棋士は江戸時代は家元制度でした。そういった背景などから非常に資料、将棋に関する資料は豊富です。もちろん将棋のその勝ち方、ハウツー本というか勝ち方、定石とかそういうテクニック、詰め将棋とかを扱ったようなその具体的な話題の本も多いですが、しかしそもそも将棋とはというところまで踏み込んだ本も、資料も、散見される。それほどに資料が豊富であるということです。だから、それらを参照しやすいということが理由の一つ、二つ目です。あと三つ目は当該分野の未開拓性のその硬い書き方をしましたが、要するに、将棋そのものを哲学的に扱ったという、研究がこれまでほとんど見られないということです。だからやってやろうということですね。で、4つ目は話題性ですが、これは非常に卑俗な理由ですけども、最近将棋ブームと言われておりまして、それにある程度乗っかってといいますか、乗っかってやろうということです。で、最後に、個人的理由ですが、これは要するに私自身が将棋を自分でプレイヤーとしてもやるものですから、ノウハウ、将棋に関するノウハウがありますし、誰がどんなことを言っていたとか、そういう先ほど資料が豊富と言いましたが、その資料へのアクセシビリティがあるということです。以上のような理由です。で、さらに、これもちょっと凝ってしまったんですけども、将棋研究における哲学的アプローチの位置づけということです。先ほど将棋についての哲学的な研究はほとんどないと申し上げましたが、哲学以外の分野での将棋の研究というのは実は結構盛んに行われております。特に、私が調べた限りでは1970年代まではほとんどありませんでしたが、1980年代以降非常に増えてきておりまして、それも最初は、アプローチでいうと日本の、左右で大体その自然科学的か人文科学的かって分けてみたんですが、最初に多かったのは、認知科学的あるいは情報科学的ゲーム理論的な研究です。例えば、右上ですね、将棋情報処理とアルファ波ピーク周波数の変化、つまりこれは脳科学の研究です。あるいは、右下、比較的新しい研究をしておりますが、昔からこういう研究はありました。例えば、自己対戦棋譜を利用した反響しあり学習による将棋の評価関数学習、要するにこれは AI 同士を対戦させて AI を強くするという研究です。さらには近年はさらにもプロ棋士よりも強くなったことがはっきりしましたので、強さだけではなくて人を楽しませる接待将棋システム、こういったようにこれはむしろ将棋というよりは AI そのものの発展を視野に入れた研究も盛んになってきております。一方、その 人文学的なアプローチはどうかといいます と、将棋の民族学的な研究というものは、従来からありました。将棋庶民史とか、あるいはその将棋の伝来についての研究、将棋のルールの発展とか、平安時代の将棋はどんなんだったかという研究は比較的古くからありました。それに加えまして、最近では歴史学的な研究あるいは文学的な研究が、勃興しているという状態です。例えば歴史学的には本能寺の変と将棋、吉田、これは亀井ですかね、ちょっと読めないんですが、
と村井貞勝の対局を通じて、これもちょっとだけ見たんですけれども、結局そのこの2人が行った対局はどういうものだったか、小将棋だったとか、あのさっき 大将棋、中将棋っていうふうに申し上げました、小将棋だったとかっていう結論だったと思います。まあ、それはどういう歴史が経験になるのかはちょっと分からなかったんですが。で、文学的な研究はですね、これは2年ほど前から、東京の方で、将棋と文学研究会だったかなっていうような研究会が立ち上がりまして、定期的に研究会が行われているそうです。そうした研究の一端としては、方法としての坂田三吉。坂田三吉というのは昔大阪にいた将棋棋士の名前なんですが、方法としての坂田三吉、小田作之助の作品と将棋といった研究があります。将棋好き の作家として昔、例えば菊池寛とかは非常に有名でしたので、そういった研究もあります。で、それに、こうしたその、周辺諸分野の研究と比べますと、哲学、将棋を哲学するっていうような研究はまだ全然ないと思われます。で、じゃあ将棋がこうした将棋研究の枠の中で哲学的アプローチがどこに位置するのかっていうと、哲学というのは非常にいろんなところに関係することができるという学問ですので、右が自然科学、左が人文科学とすると、ちょっと真ん中あたりに位置を占めることができるんじゃないかと考えています。で、次に、主な戦後研究、すみません、前置きが非常に長くて恐縮なんですけれども、なんでこれをやるのかということをやっぱり説明する必要があると思ったものですから、それと主な戦後研究というのは、つまり哲学の分野における戦後研究です。私が探した結果、これぐらいしかなかったということです。まあ、ウィトゲンシュタインのものは、もちろん将棋、日本の将棋ではなくて、チェスの比喩を対応しております。チェスを研究しているわけではないんですけれども、非常に参考になるところはあるかなと思いましたし、実際本講演 このトピックを構想するに至ったのきっかけの一つです。いろんなところでやっていますが、哲学探求、後期の有名な哲学探求という著作よりは、中期と言われる時期の哲学的考察とか哲学的文法と言われるような、ノートですね、彼のノートに書かれたものの方が面白いものがあるかなと。将棋の哲学っていう、まあ、そのものズバリのタイトルとしては、滝沢克美さんという方の本があります。あります。まあ、本というか、本の一章が裂かれている、かなり長い章が裂かれたものがありますが、これはですね、将棋を世界に見立てて、将棋の世界はどのようになっているかということを、まあ、宗教哲学的、あるいは存在論的に論じたものです。かなり難しいですが、まあ、面白い研究だと思います。近年ですね、三浦俊彦さんという、まあ、有名な哲学者の方いらっしゃいますけれども、三浦俊彦さんが、将棋の規則、ルールということに関して興味を持たれているようで、別の方と論争した、まあ、ブログ上での論争なんですが、それを記録したものであるとか、最近はついに論文形式で出されまして、加藤流全体論というものを書かれました。これについては今日の研究で、今日の講演で後ほどちょっと扱います。ただ、全体として言いますと、ご覧のように、将棋哲学っていうものはほとんど未開拓な状態なので、一応本研究がそれに何か資するところがあればなと思います。前置きも終わりにしますが、最後に、本校への取り組む問いっていうのは、将棋、まあ、引いては対戦型のゲーム一般の対局は、どのような対話であり何が目指されているのかということです。もちろん、将棋が対話であるということがここでは前提とされていますが、それ自体は、将棋をやる人たちにとっては特段異論はないところでして、それも後で、説明いたします。まあ、それが中心的な問いですが、まあ、それに付随するような問いとしては、将棋によって対局における真理とは何か、まあ、最善手という言い方をしますが、最善手、真理とは何か、あるいは、勝敗が全てとか、また敵も味方もない、これは加藤流全体論ってやつなんですが、勝敗が全て、また敵も味方もないという態度を、対話と考えた場合にはどう考えるべきかですね、将棋を対話と考えた場合、そういったことを扱っていきたいと思います。いよいよ本論に入りまして、まずウィトゲンシュタインと棋は対話なりという格言についてお話しいたします。まあ、まずウィトゲンシュタインがチェスの比喩をよく使うということは先ほどもお話しいたしました。例えばですね、真ん中の引用を
読み上げますが、言語のゲーム規則を申し述べることで、我々はチェスの駒について語るように言語について語っているのであって、言語の 物理的性質を記述しているのではない。語とはそもそも何だろうかという問いは、チェスの駒とは何だろうかという問いと類似している。これは、哲学探求になるんですけども、こういう記述があります。あるいは、中期のものですと、これ哲学的考察というものですが、ある人がチェスをプレイし、キングを詰まされたときに、見てごらん、私が勝ったんだよ。だって私が到達しようとしていた目標はまさにこれだったんだから、と語る。まあ、少し急にそういうことを言い出すということですね。急にそういうことを言い出したらどうだろうか。この人はチェスではなく別のゲームをしようとしていたんだと我々は言うだろう、ということです。まあ、他にもたくさんあるのですが、列挙するちょっと時間的な余裕もございませんので、まあ、これぐらい見込めておきまして、まあ、それでですね、こうした比喩を用いるときに、ウィトゲンシュタインは読者がチェスというゲームを知っている。少なくともその、要するにチェスのプレイの仕方を知っている。少なくともまあ想像がつくということを前提としているように思われます。つまり、ウィトゲンシュタインは、チェスをみんなが知っているからこそ、そのチェスでもって言語を説明することができたんです。しかし、チェスの対局において実際何が行われているかということは地名なんでしょうか。例えば、急に負けたはずの人が急に自分が勝ったって言い出す例ほど極端じゃなくても、互いに違う目標を持ってチェスをプレイすることはあるかもしれません。例えば、相手に気づかれないように接待しようとしているわけですね。相手に勝たせようとしている場合とかです。その場合にはその接待している方の側は何をしようとしているのかっていうことは一方の余地があるのではないかと思います。で次にこれはウィトゲンシュタインの方を逆にですね、ウィトゲンシュタインは言語使用をチェスに例えた、つまりすごく単純化して言いますと、言語をチェスで例えたわけです。しかし逆にですね、将棋の世界といいますか、将棋をやる人、あるいは将棋ファンの間では昔からよく知られている格言として、棋は対話なりというものがあります。棋は対話なりとは、つまり将棋とは対話であるということです。それは、ウィトゲンシュタインの場合とは逆に、将棋を言語で例えているわけです。単純化いたしますと。従いまして、将棋とはどのような対話なのかという疑問、問いですね。その問いは一応将棋を考える上では、おかしな問いの立て方ではない。むしろ何なのかと解いてみることには一応一定の意義があるでしょうし、それを問うことは、ウィトゲンシュタインの説明を、まあ、反対、逆の方から見て、裏付ける、あるいは疑問視する機会にもなり得るのではないかと思います。続きまして、棋士の3要素ということを、申し上げたいんですが、これはですね、プロ棋士の谷川浩司という人がいます。有名なプロ棋士ですけれども、ここからはですね、プロ棋士の証言をたくさん引用します。そうすることによって、実際に将棋の対局では何が行われていると、プロ棋士たち自身は考えているのかということを参考にしながら議論を進めていきます。谷川浩司はこのように言っています。将棋の棋士には勝負師の部分と芸術家の部分と研究者の部分がある。つまり、勝負師というのは勝つことを重視することです。手段を選ばずに、とにかく勝つんだということです。そして芸術家というのは見せることを重視する。つまりファンが見て喜ぶような将棋を指す。ファンを喜ばせるために、例えば美しい将棋とか、かっこいい勝ち方をするということです。研究者というのは、純粋にも真理、将棋の真理を追求するということを重視するということです。もちろん、どの側面も持っているということです。どれかだけの人っていうのはまずいなくて、ただ、どういう傾向が強いかっていうのは人それぞれあるでしょうが、谷川浩司が言うには、こういう傾向はみんな持っている。3つの部分を持っている。そうしますと、先ほどの棋は対話なり、将棋は対話であるという話と合わせますと、こういう、考え方ができると思います。つまり、将棋を指すプレイヤーがこれらの部分を持っているのならば、その対局、その対話としての将棋そのものも3つの側面を持っていることになると言えると思います。つまり、勝負師の将棋。それは手段を問わず相手を負かそうとする対話。ゲーム理論ではおそらくゼロサム交渉とかっていうんだと思いますが、ちょっとそちらはあまり不勉強ですので、今回踏み込めません。芸術家の将棋、これは作品を互いで共作する、まあ、対話、コラボレーションといいますか、一緒に作品を作り上げるっていうような将棋です。最後に研究者の将棋は、真理、
つまり最善手を追求する対話ということです。こういう3側面が考えられるのではないかという、まあ、仮説です。でそれを実際に証言等を参考にしながら考えていきたいんですが、まずは勝負としての対話です。これは証言ですが、大山康晴という棋士、有名な棋士で非常に史上最強とも以前言われていた棋士です。大山康晴が言うには、若い棋士は大先輩と対局するときは体力で任せてやろうと意気込むことがある。持久戦に持ち込み、大先輩は体力的にも限界に来たところで大決戦を挑む。体力も戦力のうちであるから、それも一つの戦い方である。プロ棋士の勝負はそれほど厳しいものである。つまりもうその最善かどうかとかは全く関係がないということですね。でその大山康晴に対する他の人の証言なんですが、これは加藤一二三という別の棋士の証言です。人間は必ずミスを犯す動物であるという、まあ、小悪説がある意味大山さんの哲学なんだと思います。相手の焦りを誘うのに必ずしも最善手を指し続けるわけではないというところが大山流です。対局相手が最善手を指してくると考える局面で大山さんは次善手を平気で指すのです。その違和感が徐々に焦りとなって逆に相手がミスを犯してしまうということです。つまり勝つためには本当に手段を選ばない、最善じゃない手でも平気で指すということです。そういう勝負、勝負としての将棋対話というものが一つ考えられます。で次ですが、次には共作としての対話というふうにしました。つまりこれは芸術家としての棋士が行う対話です。これも証言、プロ棋士の証言を見ていきますが、対羽生戦の均衡を保っていた中盤の終わりぐらいで私にミスが出てしまい、将棋をダメにしてしまったのです。実質的には勝負はそこで終わってしまったのですが、タイトル戦ですし、せめてきれいな棋譜を作って終わりたいという気持ちでした。棋譜というのは将棋の指し手を記録したものです。楽譜というのは記録ですね。首を差し出す形で私の中に浮かんできたのが実際の投了図でした。これはちょっと技術、細かい話になりますので図は省略します。将棋をやる人が見ると綺麗に見えるというそういう図です。羽生先生もその形に持っていってくださり、最後は美しい形での収束となったわけです。棋は対話なりを実感した一局として印象に残っています。というわけです。これは別にこの人だけじゃなくて、こういうことはよく行われています。プロ棋士の対局では。でその羽生善治自身の証言としては、これはまあいろんなこと言っていますが、今回は一応 AI の話を出してみました。実はコンピューター将棋で一番難しいのは形作りだと聞いています。終局間近になって棋士が敗局を自覚しつつ、美しい投了図を描こうとして、あえて何手か駒を進める。コンピューターでこういう形作りを組み込むことは難しい。もしそういうレベルにまでできるとなると、人工知能の一番基本のところができるようになるので本当に大変なことだと思います。つまり棋士もどのように形作りをするのか言語化できません。言語化できないものを数値化して教えるのはやはり難しいわけですと羽生は述べています。実際そのコンピューターの将棋というものは非常に悪あがきをすることが知られています。負けになった途端に、これ水平線効果っていうらしいんですが、負けになった途端に負けを引き伸ばそうとして非常に無意味な手を連発してくるっていうことが知られています。それは人間的に見ると非常に見苦しいとなるわけです。だから、逆に言いますと、人間は、それを見苦しいと感じるような、その、美的な、将棋に関する美的な感覚を持っているということ。今2つしかご説明しませんでしたが、3つ目の将棋の起きるその心理の探求としての対話ということを私はむしろ中心的に考えたいと思っていまして、まずそちらを説を改めてご説明します。将棋では最善手とか、あるいはその最善手が積み重なることを最善の手順とかって言ったりするんですが、最善手というのは、羽生の定義によりますと、その局面というのはベストの手となっています。これは何も説明になってないんですけれども、どういうことかといいますと、理論上はその相手の選択に応じた分岐も含めた最善の手順の体系は、初めからその将棋のルールに、相関的に、内在的にというか決定しているはずであるという考え方があります。つまり、それを人間が知ることができるかどうかはともかくとして、将棋のルールが決まっている以上、正解も決まっているはずだということ。で、自分の指し手がそれに一致すれば、それは最善手だと言える。
それが、その局面でのベストな手の、まあ、私の解釈ですけれども、そう考えているだろうと。でこれを、まあ最善手、一応最善手 A と呼んでおきたいと思います。あとで、違う最善手の定義にするからです。それはつまり理論上の最善手順に一致する手です。最善手、理論上、まあ、あるいは最善手順に合流する手ですかね、途中からでも。そして哲学的に言いますと、これはまあ真理の太陽説の一種であると言えるのではないかと思います。まあ、ちょっと強引ではあるんですが、言えると言いたいと思います。まあ、正確には最善種、もしくは最善性の太陽説と言うべきではありますが。実際、プロ棋士は、そういう太陽関係があるということを確信、そういう太陽関係が可能であるということ自体を確信しているように思われます。例えば、羽生善治はこういうふうに述べています。将棋の神様と指すとしたらどのくらいの手合い、つまりハンディにするかという質問がよくあります。角落ちか飛車落ちか、そのくらいでしょうか。それでも1手か2手ミスをすれば負けてしまう。と言っています。これはどういう意味かと言いますと、将棋の神様というのは、つまり最善手を延々と指し続ける、ずっと指し続ける。最善手順を指し続けたらというのが将棋の神様ということです。つまり羽生が言っていることは、自分はすごくミスをするんだけれども、その最善手順をずっと連続する相手と指したとして、最初とすると、角落ちか飛車落ちぐらいの差であるということです。これ逆に言いますと、その自分があとその角1枚分とか飛車1枚分強くなれば、自分は最善手を完全に指すことができる、最善手順を最初から最後まで指すことができると考えているということです。他の棋士の証言としては、朝鮮崎学という棋士がいまして、その人が言うには、プロ棋士は滅多に罪を逃さない。罪というものは将棋において神聖なものである。それは数学的にもかかわらず、あまりの変化、つまり分岐の多さに、人事ではそのことを感じることもできないくらい、できない将棋という大会において、唯一数学的な部分を完全に理解できるものだからだ。将棋において相手の玉に罪がある状態で自分が間違えなければ絶対に勝ちなのである。つまりこの場合のその絶対に勝ちとか数学的であるということは、最善、まあ、少なくともその罪を相手の玉を詰ますところでは最善の手をプロ棋士は指している、実際に指しているということです。それを主張していると思います。しかし、これは哲学的にもよく知られていることですが、太陽説というのは用語が難しいんですね。まあ、そもそも将棋の最善手順の全容は全く解明されておりません。自分の指した手が本当に最善手 A、 先ほど定義しました最善手 A かどうかというものは事実上検証不可能です。さらに、古典的な太陽説の欠陥としましては、これはアーペルからの引用なんですけれども、C もしくは命題が、失礼、これは、引用ではなくて参照したものです。再構成したものです。私が C もしくは命題が存在、もしくは事実を対応しているという事態の描写もまた一つの C であり、事実との対応関係を検証されなくてはならない。これは 無限肯定に用いる。なぜなら、結局その対応関係を検証して、あ、ちゃんとこれは事実、C が存在と対応していましたねっていうこともまた C だし、で、またそれも C、それも C ってずっとあるので、無限肯定に用いる。結局、対応ということは検証できないということになります。これはよく知られた、対応説への批判の一つだと思います。結論としましては、厳密にはプロ棋士であろうと AI であろうと最善手 A には届かないということです。先崎は先ほど、罪の局面ではプロ棋士はそこに届くと言っていましたが、罪の局面であっても、例えば、コンピューター AI は絶対に罪を逃さないとされています。現在はしかし、それも、保証はないわけですね。本当は逃しているかもしれないわけです。わからない。で、最善ってことに関しては別の考え方もできると思いますし、プロ棋士は別の考え方もしています。例えばこうです。これも羽生の証言ですが、もちろん互いに認め合うことによって将棋が内容的に深まるということはあります。認め合わないでやろうとすると、相手の弱点を突こうとかそういう方向に行ってしまい、お互いのレベルが下がってしまう。将棋って自分が指すと必ず相手に手番がいってしまう。相手に手を渡すというのは実に不安なことですが、それに耐えながら、これで相手にいい手があったらしょうがない。というギリギリの指し方を選んでいって、その積み重ねがいい将棋になる。私はここには、その先ほどの、単純な太陽説とは別の最善手感が現れていると思います。
でそれをご説明する前に、ここで私が一応研究しておりますカーロット・アーペルという哲学者の理論、まあ、それは、大部分が、まあ、有名なユルゲン・ハーバーマスの理論と何というか親和性、親近性があるんですけども、この2人の理論を導入したいと思います。アーペルの理論は超越論的互用論、また道義倫理学っていう分野があり、あと真理に関しては真理の合理説という立場を取っています。ハーバーマスは、アーペル、まあ、超越論的っていうのは、ドイツ関連論的な、まあ、カントとかドイツ関連論的な哲学なんですけれども、ハーバーマスはそこまではそういう昔風の哲学ではなくて、コミュニケーション的行為の理論と自分の立場を呼んでいます、まあ、いました、少なくとも以前は。あと、まあ、道義倫理学は互い、どちらも、まあ、協力し合いながら発展させてきた分野です。さらに、ハーバーマスも、真理の合理説を以前は取っていました。90年代後半以降は、まあ、アーペルはハーバーマスはそれを撤回したと言っています。まあ、批判しているわけですけども、で、これをどうやって使うかと言いますと、まず合理説を簡単、ごく簡単に説明させていただきますと、合理説とは、論証的討議における、あ、これ真理とは、すみません、ね、真理とは、合理説の定義では、論証的討議における妥当要求の認証を通じて、理想的な条件下では到達可能であると、反自律的に想定されるべき究極的合意であるということになります。非常に回りくどいんですけれども、まず、用語を説明させていただきますと、まず妥当要求というものは、これハーバーマスのコミュニケーション的行為の理論で提唱されている用語なんですけれども、我々が討議において、なんか主張とかを行うときには、同時にこの3つの要求を相手に対して行っているという考え方です。それは命題的真理性要求、つまり私が言っていることは真ですよと認めてください。真理、私は正しいことを言っていると認めてくださいと相手に聞き手に要求している討議の場合はですね。そして批判的正当性要求は、まあ、私が言っていることはちゃんとその道徳的な規範にかなっています、規範に違反してません、まあ、法的もそうです、道徳的法的な規範に違反してませんという要求、それも認めてくださいとも言っています。さらに、主観的誠実性要求、これを 今言ったことは私は本当にそう思っていますということですね。思ってもいないことを主張しているのではありませんということも認めてくださいということです。まあ、認めてくださいという要求をなんか変だなと思われるかもしれませんが、つまりこういうことなんですね。いかなる言語行為も全体として常に3つの、これら3つのアスペクトのもとで妥当でないものとして批判されるということかといいますと、こうこうこうだということを主張したとしたときに、単にそれが間違っている、その言っていることが義であるというふうに批判されるとは限らない、もっと別の批判のされ方もあり得るということです。いや、本当はそう思ってないでしょうとか、あるいは、いや、今それを言うのは道徳的にどうなんですかっていう、そういう批判だってあり得るということですね。あ、そしてですね、認証、上に妥当要求の認証というものがあります。相手が、あなたが言ったことは全てのアスペクトで、妥当ですと認めれば、それは、妥当要件が認証されたということになります。実際には、全員が、討議に参加している全員がということですけれども、妥当要求が認証されるということを、まあ、我々はその討議というのはそういうものだというふうにしてやっているんですが、我々が現実に実際にやる討議ではそうではないんですが、理想的な条件下で、もし理想的な条件下で討議が行われたとすれば、そこで認証されたことは究極的な合意、つまりそれ以上を覆ることがありえない合意だと。なんでそこまで言えるかという、まあ、理想的な条件だったんですけども、で真理というのはそういう理想的な合意だっていうのが、究極的な合意だっていうのが合意説の立場です。これはもちろん現実にそんなことは絶対ないんですが、絶対ないんですけれども、それがないと、そういうふうなことを想定していないと、そもそもなんでその主張とかするのっていう話になるわけです。なんでそもそも主張が正しいとか正しくないとかってことが問題になるのっていうことですね。そういう考え方です。で、それをまた証言の話に戻しますと、証言8をちょっと戻らせていただきますが、これですね。
羽生の言うその手の渡し合い、まあ、そのギリギリの手の渡し合いっていうのは討議における主張とその心理性についての批判反論の応酬として説明できるだろうと私は考えます。自分が最善と考える手を指します。これはつまり私はこれが真だと考えるって言って主張するわけです。それで相手に手を渡すわけです。でつまり相手に手を渡すっていうのは相手にその自分の主張に対する反論、まず反論の機会を相手に委ねるわけです。でその結果、しかし相手からの応答がその形勢のバランスが崩れるものじゃなければ、つまり、完全に自分が間違っていたら当然相手からの応答が痛烈なものになって形勢が一気に自分に不利になるわけです、勝負の場合は。しかし互角が保たれていたとするならば、それは妥当要求が認証されたと言えます。あるいは自分が優勢になった場合もそうですね。相手が先に間違った場合、それに対して自分が応答するっていうのがその自分の手だった場合は、それによって優勢になる。それもまた妥当要件の印象でしょう。それが理想的な状況下でなされた場合は、その自分の手が最善手であると究極的に合意されていることになります。でも理想的な将棋というものは、実在しません。実在しないんですけれども、だから現実の対局で最善手 B、先ほどの A、対応の A とは違う B、B に到達することはありえないんですが、しかし原理的には到達可能である。理屈の上では現実には まずないんだろうけど、理屈の上では到達可能だと思ってなかったら、そもそも最善手を目指す理由がないわけですね。理屈の上から言っても最善手なんてものに到達することがありえない、理屈の上でも最善手というものがありえないとかっていう場合には、そもそも最善手を目指す意味がないわけです。そこには最善手はないんだから。そこで今のを踏まえまして、もう一回その勝負の話、勝負としての対話、あと、まあ、その芸術としての対話の話も後でしますけれども、勝負としての対話の話にもう一回戻ってきますと、証言23、出させていただきますと、これですね、まあ、大山康晴という棋士が非常にその勝負術に長けていたというそういう話です。逆転勝ちとかが非常に多かったです。証言23で指摘された大山の勝負術というものは、いわばその自分は真だと思っていない命題を主張するようなものです。なぜかと言いますと、加藤一二三の証言によれば、大山康晴は最善手だと思っていないような手でも平気で指してくる。それで相手を間違わせる、焦らせて間違わせるということをよくやっていたと言います。つまり、自分は真だと思っていない命題を主張するようなものです。的確に対応すれば、それは的確に対応して、それで大山の方が負けになったとすれば、それは却下された、却下という要求を否定されたわけですね。反論されたということになりますから、それをその場合は成立性について批判したことになると、今、申し上げますが、これは心理性の方を批判しているのかな、どちらちょっとどちらかは考えていませんでしたが、書いた時点では成立性について批判したことになると思っていました。しかし正直に受け取ってしまうと、つまり、大山は最善だと思ってそれを指したんだと思ってしまうと、討議に相互が生じる。まずなんか大山は実際には誠実ではなかったからです。それを真だと思ってない、真だと思ってないことをあたかも真でいたと思っているかのように主張しているわけです。そういう人とまともに討議をしようとしてたら、だんだん相互が生じてくる。それがつまり焦り、将棋ではそれが焦りであり、逆転負けにつながる原因になっているわけです。さて、ここでですね、ハーバーマスによりますと、自己中心的に成果を求める戦略的行為というのは、誠実なコミュニケーション的行為ですね。誠実なコミュニケーション的行為に寄生することでしか目的を達成できないと言っています。ハーバーマスの引用ですが、戦略的に行為するものは、コミュニケーション行為の誠実性条件に気づかれないように違反しなくてはならない。例えば、銀行強盗が、金を出せとか言って、相手にその金を出せっていう命令が何とか意味が通じる、あるいは詐欺師が騙そうとしてその話が意味が通じるのは、相手がそれが正常で誠実なコミュニケーションだというふうに思ってるというか、詐欺の場合は思ってるけど、銀行強盗の場合も、誠実なコミュニケーション、誠実でその正常なコミュニケーション、模範的なコミュニケーションというものを一応相手は想定してるし、だからこそ、それをまともに金を出せという命令をまともに聞くし、騙されもするわけです。だからそれに相手がそういうふうに
誠実なコミュニケーションを前提としているということに規制しているわけです。大山の場合はこうです。大山の戦術が有効であったのは、彼がその技術、つまり、誠実性条件に気づかれないように、相手に気づかれないように違反する技術です。それに長けていたからであると言えます。つまり、これはだから そこから推理しますと、もし大山が、最善手だと思ってない手を指したときに、最善手だと思ってないっていうことが相手に伝わったとしたら、大山のその目的はそこまで有効には達成されなかったのではないかということです。だから勝負術に長けているという人は、まあ、例えばよくポーカーフェイスの方が勝負に有利だとかっていうことがありますが、そういうことだと思います。大山自身も自信がなくて指しているなと、これは最善だと思ってないなっていうことが相手に伝わったら、相手も対応のしようがあったはずです、はずだということです。でまた証言8というのは、そのギリギリの手の渡し合いっていうハブの話ですが、ハブが指摘しているように、その、応酬、その戦略的な不誠実な指し手の応酬になってしまうと、レベルの低い勝負、討議の話に引き戻すと、不毛な討議でしょうかね、不毛な討議になりかねないということです。どういうことか、まとめますと、勝負の側面、将棋は対話として3つの側面があると申し上げました。真理の追求としての対話、勝負としての対話、芸術としての対話です。でその勝負としての対話というのはもちろんあるんですが、実際にはそれは心理探求としての討議、将棋の対話、将棋という対話に寄生している。心理探求としての将棋対話というものがあるからこそ、その羽生の言うギリギリの誠実な手の渡し合いがあるからこそ、大山のような勝負術が可能になるのかということを私は申し上げたいんです。これが今のが私の、今回最も申し上げたかったことです。ここからちょっともうすぐに、ね、ごちゃごちゃいろいろお話ししましたのでまとめていきますが、異論の検討といたしまして、最初に申し上げた三浦俊彦の加藤流全体論というものがあります。これは、まず加藤の証言をご覧いただきますが、対局の終盤で私が無意識に神谷さん、これも棋士なんですが、神谷さん側の駒を何度も触ったら、私の駒を触らないでくださいと、その対戦相手である神谷という棋士に強い武将で言われました。将棋の駒は取ったり取られたりでしたら、自分の駒も相手の駒もないと思いますが、いかがでしょうか。あとは別の箇所ではこう言っています。大山さんは対局相手の心理状況を見透かすことにものすごく長けているのです。本当に相手をよく見ているんですね。それと対局をなすように、私の視点は将棋盤にしか向いていません。対局相手に全く興味がないのです。つまり先ほど将棋は対話だっていうふうに何回も強調させていただきましたが、加藤の場合は対話をしてないんじゃないかということを、三浦さんは言っているわけです。これらの証言や、加藤一二三が宗教者、クリスチャンなんですけども、宗教者である点などを踏まえ、三浦は加藤流全体論という思想の可能性を提示しています。加藤自身がこうだとまでは言ってないんですが、加藤一二三的な全体論というものが考えられると言っているわけです。敵も味方もない、棋士もソフトもない、人間も AI もない、とにかく将棋という大環境に浸ることが無常の喜びという全体論。これだけだと意味がよくわからないんですが、自他一如、万語は自他一如のとことん全体論的眺望の世界観、敵も味方も同じである、万も駒も自分も相手も全部一つなんだっていう、そういう全体論を、加藤流全体論と三浦さんは呼んでいます。もしそのプロ棋士がですね、もしプロ棋士がそういう加藤流全体論の思想によって日々対局をしているんだとしますと、私が先ほど言ったような、対話的性格とか心理の探求ということは成り立たなくなっています。それと矛盾するように思われます。なのでこれに私は反論を試みたいと思います。まず、対話でないとすれば、つまり加藤流全体論という話が、その将棋は対話でないということなんだとすますと、そもそもなぜ将棋を指す必要があるのかということです。あるいはなぜそもそも将棋やっているときに勝ちを目指す必要があるのかですかね。三浦は将棋という大環境に浸ることが無常の喜びだと述べていますが、
なぜそう言えるのかを説明していません。つまりなぜ加藤、まあ、加藤一二三がそうだと断言してるわけじゃないんですが、もし加藤一二三がそうだとすると、そういう思想を持っているとすると、なぜ加藤一二三が将棋を指し続けているのかということが説明できてないわけです。でそれは個人の思考による単に将棋が好きだからという返答はありえますが、しかしそれは十分だとは思えません。なぜかと言いますと、無常の喜びという表現が、宗教性との関連を示唆しているのは明らかだと思います。だからです。つまり、無常の喜びというような表現、あるいは自他一如とかっていう言い方をすることによって、単なるその趣味の将棋が好きだ、加藤は将棋が好きだ、だから加藤は将棋をするんだっていうだけの話じゃない、なんかもっと深遠なことを言おうとしていると思われるんですね。そうしますと、万物は自他一如の境地に無常の喜びを感じられるとするならば、そこになお神との我汝の対話関係を持てるからではないんでしょうか。これは私の仮説ですけど、もしこの仮説が合っているとすれば、加藤的全体論者、加藤流全体論者、加藤流全体論者にとってもやはり将棋の対局は対話、つまり神との対話であり、それはさらに言うなれば神との討議であるはずでしょう。だから、加藤は将棋を指すのだと私は言ったり、加藤流、それは加藤流全体論者でも将棋を指す理由、まあ、将棋を指す理由っておかしいんですが、将棋において最善手とか勝ちとかを目指す理由があると考えます。逆に言うと、そういうふうに言えなければ、万物は自他一如の境地にさらに対話、神、まあ、神であり何であり、その対話、外との対話ということが なかったとしたら、そもそもその中で、最善手を模索したりする意味は全く意味は全く説明がつかないと私は考えます。以上が、まあ、その加藤流全体論という三浦さんの提案に対する批判なんですけれども、もう一つ、検討しておくべきことは、今私が飛ばした話があるんですね。それは、芸術的側面をどう考えるかです。棋士には芸術家としての側面があるという話は申し上げましたが、しかしだから対話としての将棋にもそういう側面はあるだろうと申し上げましたが、実際には私はそれに触れませんでした。それはなぜかと言いますと、アーベリア・ハーバーのその討議理論というのは、実はコミュニケーション行為の芸術的側面に対して脆弱な説明しか与えられないという難点があるんです。それは、脆弱なというのは完全に私の考えです。アーベリアとかハーバーの その専門家では別に何も問題がないと考えている人の方がおそらく多いですが、私はこう考えます。それで、なぜかと言いますと、虚構的な言説、フィクションとかですね、フィクションは誠実性を欠いていることになります。つまり本当だと思ってないことを主張していることになります。もしそれが主張だとするならばです。そうしますと、単なる戦略的行為と区別がつかないわけですね。先ほど戦略的行為っていうのは、つまり、先ほどの勝負論の話で申し上げましたが、完全だというか、誠実に行われるコミュニケーション行為、あるいは討議、論証的討議に規制する、そういう行為、それと区別がつかなくなってしまうんですね。それで、将棋で言いますと、それを将棋はもう一回答えますと、形作りが先ほど出ましたけれども、最後にそのプロ棋士が自分の負けが確定した後で、わざわざきれいなその終わり方を目指すっていうものです。形作りを説明することは難しいわけです、私の理論では。最善手 B、究極的合意としての最善手を目指すという観点からすれば、形作りは誠実性を欠いており、大山的勝負として区別できないことになってしまいます。しかし実際には棋士は、大山的な勝負術、勝つために何でもやるという勝負術と、形作りというものをはっきりは区別しています。それはなんで区別できるのかということは、私の見通しではおそらく別の仕方で説明する必要がありますので、それは今後の課題とするしかありません。さらに、最初に挙げましたリトゲンシュタインのテストの比喩の話はどうなったんだと言いますと、これはだから今私がやってきたことは、リトゲンシュタインが言語をチェスで説明しようとしたのと逆を言ったわけですね。将棋で言語、まあ言語といっても対話ですが、それを説明しようとしたわけです。将棋を対話で説明しようとしたわけです。これは何かそのリトゲンシュタインの比喩を考える際のヒントになるんだろうかということですね。
リトゲンシュタインはこう言ってるんでした。これはさっき、前にも挙げた例をもう一回書いています。ある人がチェスをプレイしキングを詰まされた時に見てごらん、私が勝ったんだよ、だって私が到達しようとしていた目標はまさにこれだったのだからと語るとすればどうだろうか。この人はチェスではなく別のゲームをしようとしていたんだと我々は言うだろう。で、まあ、それを誠実に目指していたんだとすれば実際に詰まされるまで対話にそうは生じないということは考えにくいだろうと思います。それは、ゲームにもよるんですが、チェスとか将棋の場合は明らかに自分から負けに行こうとしているっていうのはすぐに分かります。挙動がおかしいってことです。まあ、リトゲンシュタイン自身も哲学探究ではその挙動がおかしい、言語ゲームの規則に違反しているっていうことは挙動がおかしいからすぐ分かるっていうようなことを言っている箇所があります。じゃあどう考えるのかって言いますと、私はこう考えたいと思います。むしろこれは別のゲームをしようとしていたのではなくて、チェスというゲームに寄生して不誠実に勝利という成果、つまりチェスというゲームのその本来のあり方に寄生して不誠実に勝利という成果を得ようとする、チェスを利用した戦略的行為であると見なすべきではないでしょうか。だから別のゲームをしていたんじゃない、チェスをやってると見せかけてそれに寄生していたんだということです。だからやってるゲームはチェスなんだということです。そうでなければ、ちょっと復元しますと、なぜ一つのゲームを共同でないし総合的にプレイするかのように別のゲームをそれぞれが別のゲームをプレイできていたのかが説明しがたいように思われます。チェスに似た全然違うゲーム、それを、2人でやってたわけです。何をやってるのかということです。2人でやってたんじゃないのかとか、まあ、いろいろ考えられますが、むしろだから、同じゲームをやってたんだけど、片方はそれに規制、それをちょっと悪用しようとしてたというふうに見なすのは自然ではないかと私は思います。まあ、ただ、これもリトゲンシュタインの その書いたものから一部分だけ取り出してきたものですし、リトゲンシュタインがここで言おうとしてたこととか、文脈ということは全く考慮しておりません。だから、リトゲンシュタインの批判にはなっていない。今後の展望、まあ、もうまとめなんですけれども、じゃあこれをここまで申し上げてきたことをこれからどうするかということですが、将棋を対話として考える上では、その指し手を通じて、意思疎通ができることが前提とされていなくてはなりません。つまり対話をするって言ってますが、対話をするっていうことはまず相手が言ってることが分からなきゃいけないわけです。将棋の場合ですとね、本来はプロ棋士による、つまりその指し手の意味だそうだ。今回プロ棋士による基本的には真剣勝負の対局のみを念頭に置いていましたが、それ以外の場合、例えばアマチュア同士のちょっとふざけ合いながらの対局とか、まだルールを覚えている途中の人との対局とか、先ほども申し上げましたが接待して相手に勝たせようとする対局とか、そういうことを考える、さらには将棋以外のゲームを考えるっていう場合には、まずそのこの前提、つまり、指し手を通じて意思疎通ができるということを問題にする必要があります。それを説明できなきゃいけません。なぜ意思疎通ができるのか。本当にできるのかとか、そういうことです。できるとすればどうやってるのかとか、そういうことをまず解く必要が出てきます。で、それを指し手の意味や含み、まあ、将棋用語では含みという言葉がありまして、それは潜在的な選択肢を意味して、含みが多いってなると言うんですけれども、指し手の意味や指し手の含み、ということを扱う上では、言語行為論などの語用論的なアプローチが有効だと思われますが、今回はそこまで到底、たどり着けませんでした。これはまあ今後の課題とさせていただきたいと思います。そう、文献者が書きましたら、これは皆さんはお配りした方が良かったんですが、ちょっと、ギリギリまで作業していたこともあって、プリントの形では今回用意できませんでしたので、まあ、ちらっとお見せするだけになります。はい、どうもご清聴ありがとうございました。そしたらですね、今3時、まあ、ちょっと過ぎてますけど、ほぼ3時ぐらいになって、3時10分あたりまで休憩といたしまして、その後に質疑応答に移りたいと思います。結論は10分頃に